えー、37歳、女です。7年前に11歳上の夫と結婚、不妊で4年間体外受精に挑戦、夫の貯金を食いつぶしました。昨年妊娠、出産することができ、えー、私に何かあった場合は、または何もなければ、学士にとベイドル建ての生命保険に加入、将来の選択肢を広く持てるように少しでも蓄えておきたいです。効率よく高いを増やす方法はありますかありません。定期預金などで地道に貯める方が良いでしょうか、はい。夫は年収400万ほど、私はパートで年収が50万ほど、義、え、理、ー、と義理の両親の持ちで同居、ローンとはありません。 あの基本的にその楽に儲かるとか他の人よりもうまく儲かるという話はあの庶民の場合は全部詐欺だと思ってください <laughs> 要はそのほの,の人より儲かるようなものがあればそれは他の人もそれ買いますなのであの基本的には一般の人と同じような利益以外上げることはできませんで仮に一般の人よりも利益が上がる場合って何らかのリスクを負っている場合があります。 例えばそのなんかベンチャー企業みたいな投資してすげえ株価上がるっていう可能性もありますけどめっちゃ株価下がるもしくはその上場すらできないっていう場合はあるんですよ。なので基本的にはその楽にその安定したお金を確保するっていうのはできないものだと思ってください。でその学習保険とか生活に使うものであればそういうギャンブルにお金使うべきじゃないんですよね。で あのそのこれがあの一般の人はって言い方をしたんですけどそのある程度その資産が金融資産が1億円とかになってくるとあの金持ちにしか紹介されないい話っていうのが来るんで要は庶民の100万円を100人分集めて1億円っていうよりでて面倒くさいじゃないですか。 別に一人で1億円払ってくれるんだったらじゃあ,あのこの1億円の話この人に持てってた方がいいよねと。で1億円のパッと出してくれる人と仲良くなったらその後もいろんなこと投資話とか持っていけるかもしれないのでなのでその1億円をパッと出せる人と仲良くなりたいからすげえ有利な話を出すというのはあるんですよ。なのでその金融機で1億円ない人っていうのは基本的にはその庶民の稼ぎ方以上のものはできないというので諦めてもしお金が欲しいんだったら普通に働くとか節約をするっていう方があの変な儲け話に騙されないので得する。 あるんじゃないかなと思います。はい。